介護士と保育士の夫婦ではレズミカルガスの雑草男チトゥトゥトゥン、タカちゃんでございます。はい、本日も虹色動画張り切ってやっていきましょう。紫色草超簡単楽々ヨガ30戦30連発、本日28発目いってみましょう。今日はですね、頭が良くなる3、2、10、5、20秒呼吸法を言ってみたいと思います。これは鼻呼吸での腹式呼吸で、3秒で鼻から吸って肺にいっぱい空気をためて、2秒止めて、その後15秒かけて細く長く息を吐く、これを繰り返す呼吸法なんですけども、まあその吐くのをだいぶ長く取ってますから、横隔膜を使ってここのスイッチが入って副交感神経が優位になりますね。それを、吐くときにスイッチが入りますから、より副交感神経が優位になりますので、体、心、そして脳がリラックス、よりリラックス、そうすると脳のリラックスの時の脳波は集中力のしてる時の脳波と一緒なんで、脳の集中力がぐっと上がって頭が良くなるということです。まあこれだけやってても頭は良くなるわけないですからね。この呼吸法を日常に取り入れて日々勉強、そして、実践体験することによって、これも含めると必ずね、絶対頭が良くなりますね。そんなわけで3、2、15、20秒呼吸法いってみたいと思います。まずそしたら、いきましょうか。そしたらまずクレンジングプレスでネガティブな要素を全部吐き出します。鼻から吸って、吐いて、吐き切って、はい、それでは鼻呼吸でいきましょう。3秒吸って2秒吸って15秒かけて吐きます。せーの、息足らなかった。結構これ吐くのが長くと、もう僕ちょっとね、吸って吐いてとかいう言葉すら出せなかったですね。結構吐くのが長くなると難しいですが、まあそんな感じで3秒吸って2秒止めて15秒かけて長く吐き切る、これをね、練習していただいて、日々の日常生活の合間にね、取り入れてみてはいかがでしょうか。そんなわけで3、2、15、20秒呼吸法でございました。それでは皆さん一緒にね、生き生きライフに向かって残り2動画開いていきましょう。ラスト男リズミカルガスのタカちゃんでした。ほらまたね、もうちょっとや、もうちょっとやで。雑草男タカちゃんは必ず26歳になります。音楽、陸上、シニア、キッズ、自然、筋トレ、そしてリズミカルガス、いずれかに興味のある方はぜひともチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。タカちゃんが虹色に染まっていく瞬間、見逃さんといて。